ラジオなんだ。もう全く分かんないです。小野さんが脱いだりとかしないですか。いやいや、全然、ね、求められれば全然脱ぐんだから。もうなんだったら今もうパンツ一丁みたいなもんだもんね。そうです、そうです、うん、心はパンツ一丁から、うん、そうそうそう靴下はでもちゃんと履いてんだよね。そう、靴下だけなんだ。足並みとしてね。そうそう、風邪ひいちゃうからね。みんなどうぞって感じですよ。皆さんどうぞって。ああ、なるほど。じゃあパンツ、パン一、パン一でやるラジオ。全員スタッフ全員パン一になればいいじゃない。あ、なんだったらね。そう、ここから入ってるから分かると思うんですけど、うん、スタッフさんがねすげえ多いんですよ。これね、あのね、実はね、僕ら意外と緊張するんだよね。緊張します。スタッフさんいっぱいいるとね。分かります。面白くないんじゃんお前らみたいなことをさ、ね、プレッシャーかけられて、全方向からガン見されてるっていう。そうなんですよ。目隠しとかスタッフさんすればいいのに。目隠しそれもなんかおかしいな。パンチで目隠ししてさスタッフさんがみんなあとは口になんかボールをはめ込むだけですよね。そうそうそうだね、うん、あのなんか皮のついたね。まあ、やばい、ちょっとテンション上がってた。こういうのでいいの？本当？こういうのでいいの？すごい。本当？ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。バカバカ。どういう風に行けばいいかが分かった今まで。よーし。楽しみになってきました。よーし。じゃあまあこんな感じでですね、アニメ系はまだ放送前なので、まあ謎は謎としてね残しつつ、次々にですねアニメ系の魅力をね伝えていければと思っております。本当のことを言う場合もデタラメを言う場合もありますから、あと噛みまくります。全てですね、アニメをお楽しみねというねことで始めちゃいましょう。